円玉が水に浮くのはなぜか、また洗剤を加えると沈むのはなぜか。この現象には界面科学のキーワードとなる表面張力と濡れ性が深く関係しています。ではこれより表面張力計、接触角計、摩擦計についてご説明いたします。インク、ペンキ、コーティング液など濡れ性を評価したり品質管理するものは表面張力を下げて濡れやすくします。他、界面張力を調整して混ざりやすくする乳化性、表面張力を下げて浸透しやすくする洗浄性、浸透性があります。映像は洗剤が水の界面張力を低下させよく混ざる乳化の様子です。洗剤が水の表面張力を下げて繊維から油が丸くなって浮き上がる洗浄の様子です。この様子をローリングアップと言います。表面張力には静的と動的があり、静的には3つの測定方法があります。プレート法はウィルヘルミ法と呼ばれており、一般的な測定方法です。当社の表面張力計はこちらを使用しております。他、リング法、検滴法があります。また動的表面張力計としまして、最大風圧法で測定するタイプ BP シリーズは、静的表面張力計では測定することができない液体の流動状態における表面張力を計測します。一般的に用いられるプレート法では静的な表面張力が得られます。しかし実際の製品製造工程や製品使用状態では、液体は常に流動したり攪拌されたりしています。そこで動的表面張力の測定が重要になります。このグラフは静的領域において B の表面張力が低く濡れ性が期待されますが、動的表面張力においては A の表面張力が低く流動時の濡れ性が期待できることを示しています。ゆえに静的の管理だけではトラブルの原因は把握できません。次に接触角計についてご説明いたします。接触角の測定は繊維の撥水加工など固体と液体の濡れ性、濡れ挙動の評価に使用されます。またシリコンウエハ、液晶用ガラス、半導体材料の正常度や
洗浄性、品質管理に使用され、接着性、付着性の評価にも幅広く使用されます。画像は、葉っぱが水をはじく撥水の様子です。次に、フロントガラスに撥水のコーティング液を半分塗り、水をかけた撥水と濡れの様子です。接触角形には静滴と動滴があり、静滴は液滴法と呼ばれ、基本的な測定方法です。動滴の拡張収縮法は、液体が濡れ広がるときの接触角、全身角、濡れが引くときの接触角、後退角を測定します。他、滑落法は、傾斜をつけて液体が滑り始める傾斜角度を測定し、固体・液体間の付着エネルギーの解析が可能です。接触角は表面のわずかな変化で大きく変化します。また、表面にコーティングを行うと、この物質の表面を反映します。コロナ放電やプラズマ放電による表面加湿を行うと、濡れが良くなります。このように、前後の接触角を比較することにより、表面状態の変化を評価し、目視ではわからない表面の状態を接触角から知ることができ、広く利用されている理由がここにあります。これは光触媒機能を持つチタニアをエポキシ樹脂に分散させた時の材料表面の超浸水化効果を評価したものです。チタニア含有量の増加とともに、紫外線照射後の接触角が低下しており、超浸水化の効果が大きくなっていることがわかります。液晶ディスプレイでは、接触角形の使用例として、ガラス基板の洗浄評価、カラーフィルターの色材レジストの画素内濡れ広がり、ほか表面自由エネルギーの解析で付着・接着力を求めることができます。評価内容は、撥水表面の接触角121度の A、117度の B の水除去性の評価です。綿棒への吸収を見てみましょう。 A も B も接触角は同程度に見えます。徐々に傾斜させると、 A の方が傾斜角度が低いことがわかります。同程度に見えても、傾斜させてみると A の方が水除去性に優れた撥水処理であることがわかります。極小接触角形 MCA3 は、視野幅が75ミクロンまで測定可能で、液滴量は10ピコリットルから1ナノリットルです。インクジェットヘッドや単繊維、毛髪のような1ミリ以下の小さなサンプル上での測定が可能です。約100ミクロン角のディスプレイ画素内部における水の濡れ広がりを観察することにより、表面の均一性を評価することができます。
MCAJ は MCA3 のキャピラリーに代わり、ディスペンサーにインクジェットヘッドを使用しており、粘性液体などの液滴の定量塗出や液滴着弾後の濡れ性評価が可能です。この映像は1万分の1秒の世界で液滴が伸縮する様子です。右の映像のように経時変化する測定も可能です。歩く、食べる、字を書く、私たちの日常生活はこれらの摩擦や摩耗が存在しなければ成り立ちません。材料の変化や表面の粗さ、接触面積や圧力などで摩擦や摩耗は変化します。摩擦をいかに制御し、摩耗を極力抑制できるか。印刷や自動車やコピー機などあらゆる分野で活用されています。摩擦計は水平直線往復修道方式で、摩擦係数や摩耗量を求めます。接触子の形状や荷重、速度、回数の組み合わせで幅広い測定が可能です。ガラス表面に 0.1 ミクロンと 0.3 ミクロンの2種類の薄膜をコーティングした試料を用意しました。 0.1 ミクロンのものは修道回数500回で、 0.3 ミクロンのものは1000回で急激に摩擦係数が上昇します。このことから 0.3 ミクロンの薄膜の方が長持ちすることがわかります。右のグラフは撥水被膜の特性ですが、修道回数300回程度で接触角が80度近くなり、撥水被膜が破壊したことがわかります。以上、当社の商品をまとめますと、接触角系は DM シリーズ、 MCA シリーズ、LCD シリーズ。表面張力計は CBVP シリーズ、 BPD5 シリーズ。摩擦計は TS シリーズ、簡易型 SF シリーズがございます。その他 LBMAX 作成装置、ゼータ電位計がございます。これらの商品は機器同士の関連で幅広い評価に対応しております。新商品としまして、ポータブル接触角系 PCA1 はコンパクト、軽量で製造工程などの現場で測定可能です。ハンディ摩擦計 TL701 は今まで測定が困難だった局面などで計測できます。